こちらでは USB パワーデリバリーのご紹介をしております。USB パワーデリバリーといいますのは、従来の USB に比べまして、最大で10倍の供給が電源供給ができるようになるのが特徴です。もう一つ特徴がありまして、それは、従来はホスト側からデバイス側にでしか、電源供給ができなかったんですけれども、それが、デバイス側からホスト側に電源が供給できるようになる、これも特徴の一つになっております。そして、こちらの、デモンストレーションなんですけれども、こちらがホスト代用の PC、 こちらがハブコントローラーを、模したボードになっております。でこちらがデバイス側になっております。でこちらですね、USB パワーデリバリーに準拠しました、ハンドシェイク信号を送りますと 5V から 12V に切り替わります。で従来この USB ケーブルでは 5V から、5V がハブ側からデバイス側に供給されていましたが、これは今この USB ケーブルで 12V が供給されております。そうするとこの 3.5 インチのハードディスクというのは従来 12V でしか動かないものですので、この USB ケーブルで電源を供給するだけでこのようにハードディスクの動画が再生できるようになりました。こういったデモンストレーションを実施しております。この USB パワーデリバリーというのがお客様にとってどのようなメリットを与えますかということに関しまして、お客様のその電源の共通化というものが図れることでコストダウンが見込めます。なので AC アダプターが、わざわざセットごとに開発することがなくなったりですとか、あとはその電源のジャック等々を、なくして USB に統一するといったメリットがあるかと思います。また USB デバイスをお作りのお客様に関しましては、デバイス側からホスト側に、電源を供給するということで新たな製品の付加価値が生まれると考えております。そのような USB のパワーデリバリーなんですけれども、ルネサスといたしましては、安心安全と、高い接続性、そして簡単にというところを含めてお客様にソリューションを提供してまいります。